こんにちはキットマン北海道探索チャンネル。今回は10月9日と10日にアクセス札幌で行われた観光ホテル外食産業店に行ってきた時の様子でございます。最先端の AI を使った道具。 あとは無人で動く機械、あとは外国人特定技能の紹介などね、非常に多くの出展があって非常に見てるだけで面白かったので皆さんにこんなイベントがあったんだよということを紹介したいなと思っております。ご覧ください。 アクセス札幌でございます。10月9日と10日、午前10時から16時まで行われたということなんですけれども、シャトルバスも大谷地駅から出ていました。最寄りに JR だとか地下鉄の駅はないですからね、まあ、シャトルバスで来てるっていう人がたくさんいました。みんなビジネススーツを着ている人が多かったので商談をしに来たとかね、まあ、ビジネスで来ている人がメインでございます。変な金髪のね、あの、<laughs> フラット来るような人は、ちょっとね、 見かけませんでしたね。こちらが入り口にあった会場案内図でございます。何社が出店していたかまでは数えてませんが、これだけ多くの数の企業が出店していました。まず入り口にあった自動で配膳する機械でございます。一度充電すると8時間以上は動くそうです。壊れやすいところはどこですかといったところ、ディスプレイのその画面の部分が壊れやすいと言っていました。 でそのお店の段差なんかもあったりしますよね、そういうのも乗り越えれるんですかということに対しては、まあ、1.2センチの高さであれば乗り越えることができるとで、坂なんかもちょっとは登ることができて、7度まで登ることができる、そのように言っておりました。 続きまして、バガス容器でございます。自然素材ってことですよね。土にその埋めたら9割ぐらいは土に変えるというね。そういった自然に優しい容器ですよというブースでございます。ただね、コストはちょっと高いですよね。大きいサイズで1枚あたり、セールの時で35円って言ってました。プラスチック容器だと1枚あたり30円ということなので、5円ぐらいは違うということですよね。これを100枚、1000枚って買うとなると、まあ 結構コストの差は出てくるなーってね。そんな印象でございます。 この会社良かったですね。株式会社、川暮と言いまして、新潟の会社でございます。滑らない作業台だとか、レストランの厨房の排水の蓋とかありますよね。油汚れなんかで滑ったりするんですけれども、滑らない蓋を作っているということで、今滑ってますよね。で、右側ががっちりと食いつきます。これはね、人のためになっているし、怪我も予防できるし、いいなと思いました。 食品工場や厨房での転倒災害が増えていますということで、23%が転倒しているということで、やはり油汚れなんかで滑って転ぶっていう人が多いんじゃないかなと思いますけれどもね、この作業台とか、このがっちりとしたステンレスの蓋を使えば絶対これ滑らないなと思いました。 続きましてお皿の会社ですホテルなんかで使われているお皿が古くなったら表面をねこう削ったりなんだりして再びコーティングしてお皿をまた仕上げるというねそういう会社でございます実際にリメイクされたお皿が札幌だとパークホテルで使われているそうですさらに昔からの日本の伝統技術で作られたようなお皿とか器ありますよねそれをバラバラにして再び成分だけを使って皿とかを作っている っていうね、昔ながらの伝統的な日本の良さも生きてますし最新の技術も取り入れてっていう、ね、2つの良さが組み合わさっている素晴らしいブース会社だなと思いました。 これが実際の日本の伝統的な器とかを一度解体してバラバラにして再び作ったお皿っていうことで昔からの技術と今の技術組み合わさってすごいですねっていうことをここにいたブースの社長に言ったらものすごく喜ばれてですねこれ終わったらご飯行きましょうみたいに言われたんですけどね私の方が忙しいのでねちょっとそれは遠慮しますということでねお断りさせていただいたんですけどもこのお皿は本当に良かったです 料理人が何やら、ね、料理、調理しておりますけれども、料理人が主役なのではなく、このコンロが主役でございます。これは何だろう新しいタイプの HI ヒーターみたいな感じだったと思うんですけれども、まあ、どこに置いても熱がちゃんとまんべんなく来ますよ、みたいなね、そんな商品でした。 旅館ホテル向けのセルフチェックイン生産機でございます。まあ、従業員が不足し、人手不足で困ってますみたいなところに、まあ、おすすめの機械ということになります。まあ、結構導入されているところ多いですよね。民宿とかそういったコンパクトな旅館なんかでも置かれているところ増えてきましたよね。 ロボコップっぽいですがロボシェフと書いてありましてこれは何でしょう、中華鍋を使った、まあ、チャーハンでも作る、えー、実演をしているんでしょうか、まあ、寿司を握る機械なんかは、ね、昔からありますけれどもこれで調理人不足も解消できるそのようなイメージなのでしょうか。 さらに株式会社旭化成でどんなブースなのかと言いますと食品をとれ、まあ、型を作っているということですね型を入れてクッキーとか何を作るのかちょっとわかんないですけれども、まあ、クッキーだとかゼリーだとか、まあ、そういった食品を型を取るその型を作っているっていうことですよね。 人材不足で特定技能をどんどん入れます。外国人をどんどん入れていきますということなんですけれども、まあ、そういった外国人を紹介するブースでございます。特に宿泊業に特化した外国人の人材派遣、まあ、人材派遣じゃない紹介ですね。派遣ではなく紹介の会社で、まあ、紹介が決まったら、一人当たりいくらですよ。このパンフレットだと50万円って書いてますけれどもね、まあ、外国人を50万円払って使うか、まあ、従業員が決まるまでね、 地元の人とか日本人を使うか悩みどころですよね自然に優しいコップだとかハンバーガーの包み紙っていうことなんですけれども油が通らないようなコーティングはピーファスとか有毒ガスでますかということに対してはまああの販売してるだけで作ってないのでちょっとよくわかりませんそのようなことが書いていましたできるだけねそういったなんていうんですかね環境に優しいブースが本当に環境に優しいのが気になるので質問しました こちらは暖房でございます。ただの暖房ではなくスタイリッシュで建物のかっこいいその内装とマッチするようなデザインがね、いろいろ用意されており、こんなようなのがありますよ、みたいなね、そんな感じのブースでした。かっこいいですよね。普通にインテリア的な雰囲気としてヒーターをね、使うことができる、そういったことでございます。 この会社は PS っていうんですね温度と湿度の専門業者でございます左から赤緑青ってなってますが左から順番に温度が高く右に行くにつれ温度が下がるということで温度を分ける機械だそうです温度を分けてその熱を使ってまた別なことに使うみたいなねそんなような機械だったと思いますちょっとねあんまこの模型が気になってあんまり話聞いてませんでした 水素燃料としたジェットヒーターでございます。どんなことに使われているかっていうことなんですけど、今思い出せるのはスキー場なんかの横にある、まあ、ロッジですよね。そこで使うヒーターとか、まあ、そんなイメージなのかなっていう感じなんですけどもね。で、燃料が水素っていうことで、灯油の20倍 のコストがかかるということで、これ燃料高いですけど買う人いるんですかっていうふうに聞いたらですね、まあ、あの技術をこう見せることによってそのカーボンニュートラルの実現に向けてますよっていうね、企業アピール的な意味合いもある、そのように言ってました。まあ、アピールするのもいいですけれどもね、使えるカーボンニュートラルは期待しております。 小型風力発電です。これは実際のものではなく模型です。実際は2階建てぐらいの大きさだったはずです。千葉の会社で2年前に設立された会社が作った風力発電ということで、1つあたり300万円とプラス配送料だとか、まあ設置する費用とかね、別でかかるそうです。これを設置することによって街灯だとか、あとは時計とかがね、動くそうです。 風でぶっ壊れないのかという質問をしたんですが風速40メートルくらいまでは大丈夫だそのように言っておりましたこれは橋を直すす最新の機械でございます、まあ、橋っていうのは錆びてきて塗料が落ちて錆びによって金属が傷んでということなんですけれども錆び部分の落とし方とかねあの新しい技術によって、まあ、強度を増すみたいなねそんなような説明をしていました 北海道でこの新技術を使われた橋っていうのはありますかと聞いたところ、マコマナイ公園の中の橋、あとはメップ川、苫小前ですね、あとはビバイ市の橋でも修理が行われた時に最新の技術が使われたというふうにね、答えていました。 続きまして太陽光パネルをリサイクルする会社です。太陽光パネルというのは電線もあり、アルミの枠、柱とかですよね。さらに黒い部分、ここもね、あの、有毒なものいっぱい混ざってますし、表面にはガラスなんかがね、コーティングされております。これをバラバラにしてリサイクルできることをリサイクルするという話でございます。 で、2010年代に太陽光パネルっていうのは大量に設置されたということで、まあ、フィット、まあ固定価格買取制度っていうのはね、もう金儲けのために設置したような人がいっぱいいるわけですから、そういう期限が切れるのが2035年ぐらいだから、まあ、今からね、リサイクルしっかりしていきましょうっていうね、そういう考えの会社でございます。ちゃんとあの太陽光パネル、メガソーラーを設置したような外国企業とかね、ちゃんと逃げん 内でちゃんとリサイクルしていただきしっかりしていただきたいなと思いました皆さんどう思いますか続きましてビニールハウスなんですけれども柱が非常に太いものを販売している会社があってね非常に頑丈なハウスビニールハウスなんかを作ることができますよみたいな会社が結構お気に入りでした手でこうやってねガーガー揺らしても結構がっしりしてましたね でアクセス札幌をぐるっと歩くだけで話しかけられで名刺なんかもいただきですね、まあ、何かありましたらみたいな感じでいろいろ話を聞くことができましたパンフレットなんかもねこんなごっそりもらったんですけどもどれもね面白かったです見応えありましたお金がねいくらでもあるんだったらまあ導入したいものいっぱいありますよねただ水素ちょっと高いですね燃料の水素はちょっと高いそんな感じでありがとうございました